20円の袋です。フライングタイガーは袋は有料で、こういう感じのビニールの袋は20円、あとは可愛いデザインのエコバッグ、何度もこれから使い回せるようなエコバッグは300円とかで売っていて、それを買って袋に入れる感じになります。今回の購入品はファイルです。仕事に行くときにいつもクリアファイルをカバンに入れていて、そのクリアファイルにたくさん詰め込んでいるので、もうどこに何があるかをいちいち探さないといけなかったので、このようにたくさん蛇腹になっていて、書類の入るファイルを購入しました。これは300円でした。透明のクリアのものと黒いものがありました。はい、学生とか書類語をたくさん持ち歩くようなお仕事の方とかにはすごく便利だと思います。次はこのスケッチブックです。表紙が紙のタイプのもので、ここに絵を描いたりとかシールとかでオリジナルにカスタムができそうなこの黒いもので、中はシンプルにスケッチブックですね。で、ここに点線が入っていて、ピリピリっと破ることができます。書いたら破ってあげたりとかできます。結構枚数も多いと思いますね。ちょっと何枚かは書いてないんですが、はい、しっかりしているので可愛いなと思って購入しました。これも300円です。次はこのスタンプセットです。昔の郵便局とかに置いていそうな木のデザインが可愛くて購入しました。トップシークレットとアプローブズとレジェクテッドの3種類です。これは200円でした。次はこのドミノ、ミニドミノです。ドミノって知ってますか？小さい本物のはこれの倍、3倍4倍くらいの大きさで、これをこうやって並べてパタパタパタって
とはこうやって数字、同じ数字をこうくっつけていくっていうルールなのかな。ゲームもあります。5枚、詳しい説明はこの説明書に書いてあるんですが、まあ、私はこう並べてパタパタンっていうのがやりたくて、あとはもうこれが純粋に可愛くて購入しちゃいました。これは200円でした。可愛い。友達とかみんな来た時にやるのも楽しいなって思います。そして最後になるのですが、このミントのタブレットです。これはなんか大抵レジ前とかに置いていて、フレッシュミントの味とレモンとピーチがあったと思います。で、この口のデザインが可愛いです。こんな感じ。 You need me more。私はミントの味にしました。あ、すごい美味しい。そんなに辛くない。あ、いい。私もこう接客業なので、できるだけ飴を舐めたりとか、あとは朝口臭ケアが長持ちするという、アイハブで購入しているマウスウォッシュをしっかりして仕事に行っているのですが、これだったら缶が小さいのでちょっと置いたりポケットに入れておくといいかもしれない。気になっていたんですが買わなくて、なんとなくお菓子とかはまずそうだなって思っちゃってたんですよね、安いので。でもこれ美味しい。これは今度から多分行ったら毎回買おうかな。ケースも可愛いし味も美味しい。そしてこの中にも言葉が書いてあるっていうのが可愛いので、しかも100円です。以上が今回の私の購入品です。あんまり数はないんですけど、ちょっとなんかやっぱり外国に行ったお土産というような雰囲気があって、フライングタイガーのものって可愛いですよね。もっとたくさん面白いおもちゃがたくさんあるので、まだ行ったことがないよっていう人はぜひ行ってみてください。私はこんな感じで無難なものしか買ってないんですけど、なんか頭にこうタケコプターみたいのがついたとか、あとはテキーラをショットで飲む時のゲームとか、あとは指にはめてこう指サッカーをするゲームとか、本当にたくさん面白いものがあるので、そういう雑貨が好きな方におすすめです。